大聖堂の上空写真セントポール大聖堂、もしくはセイパウロ大聖堂は、ロンドンの金融街、シティオブロンドンにある、大聖堂である。イングランド国境界ロンドン教区の主教座聖堂で、セイパウロを記念する。旧セントポール大聖堂ロンドン最初の、セントポール大聖堂は607年頃建設された。この木造の建造物は、その後消失、7世紀後半にかけて、 石像の聖堂が建てられたが、アングロサクソン年代記によると、この二代目、セントポールは10世紀半はバイキングによって焼き払われた。三代目の聖堂は、サクソン人によって建てられたが、1087年、再び消失した。ウィリアム一世によって、ロンドン同教に任ぜられた司教モーリスによる再建は、1240年まで継続され、ここに、いわゆる、 九千トポール大聖堂が完成した。九千トポール大聖堂は、長さ196メートル、幅96メートルと大規模なもので、中央部には木組みで、地上高158メートルの戦闘が建てられ、その屋根は鉛吹きで頂点には十字架と足が飾られて、町のシンボルとなっていた。1447年に戦闘は、 落雷によって破壊されるが15年後に集築された。しかし、1561年に再び落雷し、大聖堂の屋根全体に延焼する火災へと発展してしまう。その後、エリザベス一世も復旧に関心を寄せたが、再建資金は完全には集まらず、屋根だけの復旧に止まった。セントポール大聖堂の新動セントポール大聖堂の クワイア17世紀に荒廃した旧セントポール大聖堂の再建計画の機運が高まり、イニゴ・ジョーンズやクリストファー・レンがゴシック様式にイタリア・バロックを設置した再建案をまとめていた。しかし、再建案が実現する前に1666年のロンドン大火によって旧セントポール大聖堂は完全に消失してしまった。その後、国王チャールズ2世の直命により、 1675年から35年の歳月をかけて建築されたのが現代制度である。設計はクリストファー・レンで大ドーム及び西側正面にある二つの塔の特徴を持ち、寸法は長さ157メートル、幅74メートル、高さ111メートルである。バロック様式の傑作と言われている。中央ドームの ささやき回廊と呼ばれるドーム回廊のフレスコ画はジェームズ・ソーン・ヒルが描いた。内陣の装飾や木造彫刻はグリーンリング、ギボンズの作品。大聖堂の西正門ファサードは入り口に二層中廊を設け、仮層はコリント式、上層はコンポジット式オーダーを採用。中廊上部のペディメント内はセイパウロがダマスクスで伝導する光景のレリーフ。 ペディメントの頂には、聖パウロの彫像がある。大聖堂日聖門前には、セントポール大聖堂の再建当時の君主、アン・ジョー王の銅像がある。1930年代に、歴史的ランドマークであるセントポール大聖堂の、視覚的独立性を保持するために、市内での建物の高さを制限する、セントポールハイトと呼ばれる、建築基準が定められ、その後に新造される、 建築物は高さのみならず建築衣装もセントポール大聖堂の景観を損ねないように配慮されている。1941年の第二次世界大戦したドイツ軍による空爆の際に大聖堂も甚大な損壊を受けたが、当時の首相ウィンストン・チャーチルがセントポールはまだ立っている金と尋ねた言葉は有名である。2008年のイギリス軍の式典大聖堂には、 毎日5回の礼拝が行われ、特別の聖実にはその回数がさらに多くなる。礼拝以外、大、大聖堂の床から85メートルの高さにある、ドーム状の塔の付け根部分まで階段で上がることができ、そこからロンドン市内を一望することが可能である。ウェストミンスター寺院がイギリス王室の母大寺と例えられるのに対して、セントポール大聖堂は市民の大聖堂として、 古くからロンドン市民に親しまれてきた。セントポール大聖堂は英国が関わった二度の世界大戦の勝利を祝賀する式典の場とされてきた。古くはエリザベス一世女王による無敵艦隊撃滅記念式典がある。20世紀に入って王室とのつながりはますます強くなり、また、荘厳な伝統行事は次々と加えられ、国家的、国民的象徴としての重みは、 聖堂地下室の納骨堂には、セントポール大聖堂の再建者であるクリストファーレンの墓、アレクサンダー・フレミング、ジョン・エバレット・ミレー、ジョン・ダンといった著名人が眠る。大聖堂の建築家、クリストファーレンの墓の壁面には、ラテン語で、レクター・エス・アイ・モニアメントム・リクアイリス・キークム・スピーケイと刻まれている。中央の、ちょうどドームの真下あたりには、 ひときわ大きな大理石管が安置されている。これは、保冷ョネルソン提督の墓である。ありがとうございます。